たせたかしら。さあさあさあ、ドイツが昇格で抜けましたので、2人入れ替わりということで、次の試合はファンキュの白連と勇気の連ということで見ていきましょう。さあ、それを見る限り白連の評価が著しいということで、さあ一気に評価なかった白連、ファンキュはどこまで仕上げているんでしょう、見ていきましょう。まずは勇気連がファーストアタック取っている。おっと、ジャンプシー噛んだ人から、さあ、いつもの白連がのらりくらりと立ち回っているが、おっと、ジャンビー持続が長い。やるじゃない。さあ、猫が消えて黒猫を持続2番ありましたかね。すぐ消えたような気がしましたが、さあ、ジャンビー、おっと、さあ、しかし置いてあったジャンプシーに当たってしまって、本当に当たらず、そして勇気がちょっと遅らせのジャンプミスが崩しになっている。ダメ押し。さあ、ここでエバレーで音、さあ、体力ドットだがどうする。ジャンプミスが置いてある。ジャンプミスで、さあ、まず1本取ったら勇気だ。2本目、ファイト。これ歩き早いですね、今回。はいはい、オープン状態決まりましたね。はい、丸さん勝利ということで、次、下村。さあ、戻ってまいりまして、こちらの台ですが、さあ、勇気を投げて、黒猫、おっと、いい割り気もしてる。投げて、さあ、かぶしていくが、ここが始まりへ。歓喜だったが、ここでコンボ食らってしまう。さあ、この体力差である。どうすんの。ダウンクリーシー、滞空時間が長い。さあ、ここのゲージをどう使うかといった選択ですが、投げが通る。さあ、勇気連勝利。続いてラーゲン君お願いします。軽く。さあさあ、またしても初のメミエのキャラが現れました。ブルシエル、ラーゲン君の登場。あまりシエルの、制定シエルが目立って、あまり普通のシエルの噂を聞きませんが、このキャラもそれなりに変更点があるんでしょう。火力高えな。5800。さあ、かかと、中段が通って。さあ、フリカコンボ、おっと、ここで落としてしまうが、十分なダメージ。なんか猫歩き見るたび吹くんですけど、めっちゃ速い。さあ、リアル持ってって、ゲージマックス、バイタル回復して、落ちてね。歩きも速いぞ。さあ、やりますので、歌方からの、さあ、投げ、おっと、投げ武器がついていたので、あと、何を見出したんでしょうか。何かの漏れでしょう。レンがコンボ入れ替えして、初見殺しだな、投げて、さあ、しっかりエラーも決めている。あ、バック投げ美味しいです。最後は EX パワー。まず一歩取ったのはラグシエル。4点。ラウンド2。ファイト。0。そして投げて、牽制カウンター。ピット枠に、進化まで出ていたか。奥は決まりません。奥は次、ケンさん。ジャンプにしての被せが今回めちゃくちゃ強い気がしますが、うわぁ、こっちの調べ。さあ、ダッシュ、あれはコマ投げか。コマ投げで逃げて、さあ、ジャンプシーンもスラッシュしまう。ゴブリ戦を投げて、受け身ガリにはいけず、しかし、さあ、ゲット往来。勇気連が一本取り返して、3本目。ラウンド3ファイト。さあ、先ほどと同じく開幕は様子に、オッケーを投げるシエルに対してどう近づいていくかといったところ、まだまだ、おっ、もっと試しが出ている。しっかりヒットからコンコンつないで、さあ、どうスナップは、ここはバンカーで切り替えていく。集団攻撃、シッカーコンボ、しっかり決まっている。いっぱい出てるけど5000、いいダメージ。さあ、ここの方もシャドウスナップ、下段下からしっかりガードしている。猫歩き、受けてからまた戻ってきてましたけど。さあ、ここで、
逆転なるか。お返しです。シェーダー、この失礼体力ではないが、さあ、そこから諦めなさい。あのスナップはしっかり見てから対応していく。ブーナゲよく見ている。逃げるなら逃げちゃってください。お願いします。ミルキー、さてさて、さあ久々の登場はミルミルミルキー。バイク、さあバージョンも変わったということで、さあミルキーもそろそろ本腰を入れてベルティブラドに帰ってきました。さあ、ダッシュ、かぶして、カウンターヒット。さあ、回復15秒で4000。やりますね。おーおーおおお、一緒ですよ。さあ、目まぐるしい攻防。さあ、一歩上を行っていたのはミルキーでしたね。さあ、一気に体力7割弱持ってきて、さあ、どうするかといったところで。さあ、裏回り、長身から EX つないで。最後と受け身狩りの探し、まず一本取ったのはミルキー。ダウンエンド2ファイト。お互いのジャンピー、さあ無駄なし、おっと一本もしっかり諦めなさい。さあ、またのシャドウスナップ固めていく。試しだったが今後に至らず先手を張っていく。さあフリッカーコンボから投げて、そしてさあミルキーは我慢している。ジャンピー、飛んだ。しっかり走り、ハッコービッタ勝ったが、コンボ失敗。カメジャンプして、そして固めていく。おっと、流れを潰して、さあラグは1本取り返して、しかしゲームが溜まってしまったので、なんとバーストに戻ってしまう。そしてめぐりジャンピー、エリアル持っていって、そして倒していく。中段しっかりカード、足場でいく。さあ新曲締めて、シーマ読んで送らせてからの下がり、さあマイナス投げていく。激調子、さあパーフェクト勝ったなミルキー。では奥筐体にのさ手前に順平、ダウンの番。さあ出てきましたな順平。さあ前の子は邪魔してかぶしていく。さあ歩いて潜ろうとしたところにヒットしたといった感じでしょうか。さあローゲージ4500、どうする。さあ奥ラッシュの中段だったがシールガードしている。さあコパンに落としてからイエス新キャプね、どうする。さあピーコーシーン相変わらず見えない、崩しい。おっと新しいここに行けば負けないぞ。シュード読んで、さあこの辺の読み合いの強さがミルキーの強さといったところでしょう。体力ロスト、どうする。サイレッパ読みのジャンプ、あしゃがみだった。そして最後は受け身狩りのしゃがし2本目。ジュンペ負けっこ。さあここはジュンペ落としたくない。しゃがみ置いてやるからの、とがくに。新曲で締めて、さあ、解放読みを混ぜて、押し込んでいく。立ち回り、お互い様子見ながら、さあ、どうぶっ込んでいくかとしたところで、ダンシーカメラヒット。もう一回、さあ、ちょいため、立ち、シャガシャしっかりガードしている。さあ、順平ガード能力が低下があるが、ここで大クラスの立ち、暴れ尽くしになっている。おっと、コンボ見つけました。おっと、結構サンドリッシュが目指しますが、吸血、画面差し込んで、さあ、ミルキーのガードが高い。前転読んで、さあ、懐かしい。なんかバービーっぽい。バービーっぽいプレーダー、クーナーが1名ということで。さあ、バンパー確認かな。さあ、バーに繋いで、ジョブコン。あと落としてしまう。ジャンピーカウンター、仕方ないか。さあ、投げて、さあ、ジュンペイ出してない。またもピーチ押し。これが強い。ミルキー。プラス2。